ねえ、今日パンツ何色？くるくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。サラちゃん見てる、くるぶしです。はい、ということで、今日もくるちょもチャンネル、今日はですね、ソロでお送りするんですけど、ソロといっても、ちょっと今日はね、家族がいます。先日、11月12日に、うちのですね、ジュニアが、なんと2歳を迎えました。ありがとうございます。で今日はですね、そのジュニアの、ジュニアが楽しめるように、久々にくるちょもパーク、レンタカーして、わざわざレンタカーして、くるちょもパークに来ました。まあ、チョモちゃんはね、車あるから、もうしょっちゅうこのくるちょもパークに来てるんですけど、俺レンタカーしないと来れませんからね。レンタカーして、まあ今日は Vlog になるんですけど、まあ通常ジュニアのですね、顔とかもネット上では隠して、ライブとかでは写真とか全然見せてるんですけど、動画とかではですね、見せてなくて、今日は、まあ顔は出さないんですけど、まあジュニアがね、2歳でこんな、元気に育ってますよという、感じで、ジュニアの動いてる姿を少しですね、ご紹介できたらなと思います。それでは行きましょう。レディゴー。どんぐりどんぐり、どんぐり落ちてる。真正面から吹けるボールを、ね、見えないのよ。あ、今まで、ね、ボール全部ちゃんと取ってきた。気をつけて足。気持ちいいね。見て。座禅ですか。自由ですね。姿少しだけ、ご覧いただきました。本当に日々ね、リスナーさんから、息子さん元気ですかとか、気にかけていただいて本当にありがとうございます。元気に、育ってますので、間違ってもくるぶしのような大人に ならないように頑張って育ててくれております。今後のくるちょもチャンネル、いでくるぶし、ちょもらら、そしてジュニア、ぜひしおんちゃんもまろちゃんもよろしくお願いいたします。今日はくるちょもパークからでくるぶしをお送りしました。後ろに手早いこっち。キストリーン、キストリーン、キストリー、気づけば君のこと好きになってた。くれたのは